びっくりしないで平穏無事に行きたいんで。平穏無事に生きるためにね、なんとか抜け出さないと。俺が見れる限界の映画はジュラシックパークだよ。限界なんだ、ジュラシックパーク。あれ以上怖いともう無理があるか。あんまり変わらないよ、ジュラシックパークと。今んとこ。なんならこう、ティラノサウルスとか味方につけたいもん。このハンドはまだあるんですね。のび太の恐竜じゃない。ちょっと。桃太郎印のきびだん。何の話してるかは分からないと思うけど、皆さんね。続きをやっていきますか？あら、そう。どのパート、あと何パート取ったら俺は今日帰っていい？あともう、これ含めて2パートぐらいかな。どうかな？使える？ビニール袋。でも、見てるしね、何もない部屋とは思えないもん。俺の、やったよー。ビニール袋に血を入れた。血入りビニール袋って多分捧げると住めるとこがあるんじゃないかな。ねえ、何なんだろう。印象がどうこうっつってたけどね。印象？印象。あ、印象。処置室にあった血を袋に入れたもの、できればこんなもの持ち歩きたくない。特に今は必要には迫られていないんだけど、自然とこう組んだね。ね。フェザーはね。血をどっかで使うんだろうな。予測かい？フェザーの予測力半端ないからな。ね、2回は終わった。うん。次1回だ。1回ですか？ 1 回行きましょう。1回まだナースいそうな気がすんだよな。相当逃げたよね。前回あたり。前回パートで2体ぐらい倒してるってなんで。まだいますね。明らかにいる音ですね。ナースかい？ナースかな？エロスかな？どっちにしてもエロい。あのナースエロい。元気そうじゃん。ディアン！ん？こっちか。エロスじゃないか。ナースだとすれば装備するのは刀だ。音は聞こえんだよな。遠ざかった。いない。ああ。よし。じゃあ行き止まりか。うん。ここでも背後の安全は確保したから。はい。うん。で、左も大丈夫。そうだね。ほんとはこっち方向からしか敵は来ないね。まさにその時に。後ろはブルーゾーン。ここからグレーゾーン。ちょっとグレーになってんだね。うん。スプラトゥーンで鍛えたエリア理論で戦うよ、俺は。そんなのがあるある、ある。スプラトゥーンっていうか FPS でよくある。こっからだ。はい。うん、右手はどうですか？あ、もう、あ、エロスだね。一撃で頭をかち割ってやる。まあ、見てな。今だっす！うわぁ！ほら。おー！すごい！だろ？一発か。モールはエロス用の武器だったんだ。あとね、ちょっと、ごめん、一回セーブポイント戻っていい？またここまでカットでさ。あのね。それは、いいですけど。俺、スティックずっと握ってたらしくて、勝手に下がるんだ、ヘザーが。ちょっと一回セーブして切っていいですか？いいですけど、多分コントローラーを一回抜き差しすれば治る気がするな。ちょっと待ってね。すまんね。あんまなんだけど。どう？治った。治った。ナイス。それは、うちのコントローラーですから。うん。これは自然に前に歩いてる。セーブポイント行って。今俺は完全に手を離してたからね、ちゃんと。時々になるんですよね、これね。ならないけどね。これあれか、ストーブで焦げた方のコントローラーか。そうだよ。勝手に前進する。すごいな。逆にでもさ、恐怖が和らげられるんじゃないですか。そうかい？こんな、後ろに下がらない張飛みたいな武将やだよ。武将じゃねえや。武将じゃないね。武将だったら、どんなに楽なことか。本当だよね。三国無双の武将を使わせてくれればさ。ね、あれセブンポイントどこだっけ戻ってきた。エロス残殺ポイントまで。帰ってまいりましたよ。コントローラーも復活ですか？コントローラー、バッチリです。あれは本当に良くなるの？吸気なんない？プレステ2とかさ。ならない。64とか。64はなったけど。良くなる。昔のゲームだからね。さ
スティックを倒しっぱでスタートしたりするとなったけど。お、お、お、あったやん、セーブポイント。一回に。だから言ったでしょ？もっと探索しようって、俺は。したくないって言ったでしょ？タンプル。やった！だけ？一つだけかい？かな？汚れた注射器がいくつか転がって。それは紙っぽいやつだ。ここになんかカルテっぽいのがあるんだよ。メモ。メモが置かれている。また、新しい人名が。ミッドキフ先生。すごい名前だね。312番患者への注意をお願いします。信仰の自由は病院内でも変わらないとは思いますが、他人への押し売りはどうかと思います。かくいう私も被害に遭いました。なお、そもそも入院の原因が、宗教論争から起こった喧嘩の相手を刺したせい、との噂がありますので、十分お気をつけください。R. クロスビー。どんどん。レナード・クロスビー？あ、そうかもしれん。お。追加情報、噂は本当のことだそうです。府長が教えてくれました。他はいい人だと思うんですけどね。手がかからなくて。レナードが、そう。レナードが。刺して入院したわけではない。それは書いてるのがレナードかい？書いたのがレナードでしょ？誰のこと言ってんの？ 312 番患者は、クローディア会社？うん。娘でしょ、だって。レナードにとっては。うん。まあ、とりあえず、ミッドキフ先生もなんか、すごい強そうじゃない？ボスじゃない？ミッドキフ。ミッドキフ先生ボスかな？両手に刀持ってたのミッドキフ先生じゃない？両手に刀を持ってたの？あの、印象のさ、メモみたいなの見たじゃん。え。ああ、はいはいはい。あの、右下に、人がこう、両手に何か持ってる絵があったの。宮本武蔵みたいな。あれがミッドキフ先生か。あれミッドキフ先生だと思う。俺の頭の中で今思い描いてるミッドキフ先生めっちゃマッチョだけど。ムキムキマッチョマンだけど大丈夫。とりあえずなんか人の想像図マッチョから入るよね。別に。あなたはね。二刀流がどうこうとか言うからでしょ。セーブしましたよ。あそこ入れないから。とりあえず出て正面の部屋だな。うん。いやーこの敵の音がしないのいいな。安心する。いいね、壊れてる、うん。そして鍵が壊れてることによる安心感もある。いいぞー。よかったね。もうこのいい、ね、自分の後ろ完全にブルーゾーンですよ。しかもセーブポイントまであるっていうね。今のところだいぶいいね、今回ね。ね。この先もクリアリングしてあるからね。赤もやもやは何なんだろうね。ん？もう音が違ったのが怖いけど。右側は制圧ですか？これで。制圧です。すごいなぁ。手際がいいなぁ。ガミさんは。端からね、行かないと。四角い部屋は四角く吐かないと。ん？四角い部屋を丸く吐くっていう言葉知ってるかい？何ですか、それは。四角い部屋を丸く吐いてると効率が悪いよ。吐くんねえよ。でも、あれですか？エリア理論ですか？これはね、初めに聞いたのはドラえもん。ドラえもんであったっけ、そんなの。のび太にね、部屋の掃除をしろっていう時に、うん、四角い部屋を丸く吐くっていう言葉を知ってるかい？って言ってた、のび太。うん、ここ初じゃないか？あ、すぐ逃げたってことね。そうだ。あ、でもここでも、あれだろ？エロス潰したろ俺。確か。2匹。あ、ここで潰したんだっけ？うん。使いがないよ。いた。今ちゃんと潰してからセーブしたんだろうな。落ち着こう。落ち着いて地図を出そう。まずこの右が行けるかどうかな。はい、行けない。おー。今です！脳天砕き！おー。あ、あれ？ちょっと、お前一撃じゃないの？もしかしたら頭に当たらないとダメとかあんの？今だ！よし！蹴る蹴る蹴る！うわ、うわ！ 2 発か。念のため2発かな。ナースだ。ナース、距離が遠い。クリアリング。おー、クリアリング。クリアリング。クリアリングって言うんですね。敵を。あと8発しかない。相当すること。あの、エリアをクリアにした。おー。四角い部屋を四角く吐いて掃除したわけですよ。僕は余裕あるなぁ。
なんだろう。頼もしいね。ね、エロスを一撃で、一撃じゃないけど、エロスにモールっていうのが確立されたからね。エロスモール理論ですか？エロスモール理論。もう、ね、前回と打って変わってのこの余裕ですよ。コーヒーなんか片手にね、すすっちゃうから。なんか言われてるけど、初めての誕生日こういう変態っぽいのはみんなあなたのパートです。そうですか。え、終わり？初めての誕生日。何か生み出したってことかな。見よう。後ろは大丈夫。また右と左に行くから。ここも。うん。どう？お、あ、アイテムっぽい？いろいろあるぞ。いろいろ、ね、顔をいろんなところに向けているぞ。まずアイテムだな。ハンドル。いいね、切れたところに。あ、いっぱいある！お、いいね。すげえある。ショットガン、ショットガン。サブマシンガン。マシンガンちょっと使っちゃうかい？いいね。今んとこ必要？何か落ちている。バースデーか。すごい祝おうとしてくるね。38回目の誕生日。誰に言ってんの？ 24 歳？ 24 回目で？ 31 回目で？ 38 回目で初めて。初めて。14たす7たす17で38。ん？いや、ちゃんとね、復讐する男だから。はい。サイレントヒル1が舞台でしょ？うん。そのボスの7年前になんか生まれたでしょ？ボスが。うん。7でしょ？うん。そこから14年、それをハリーが倒して、うん、ヘザーを拾って、うん、17年。つまらないな。17って数字なかったもんな。でも今日は私の誕生日じゃない。うん。いろいろ明らかになりますよ。そうですね。うん、ヘザーは今17歳かい？今、ヘザーは今は17歳のはず。うん。14たす7たす、なんじゃこら。うん、これ何？アイロン台かい？え？テレビか、それ。電子レンジ？見てるな。テレビだ。電子レンジかな？調べられない。調べられない、こっちは。台の上に何か乗っている人と人にしては薄すぎるけど、このシーツを剥がしてまで調べようとは思わない。なんだろうね。なんだろう。キングペンギンかね。キングペンギンにしても薄すぎるんじゃない？キングペンギンのペンゾーさんは今どこにいんの？ペンゾーさんは今俺の左足の後ろに。床に転がってんの？転がってない。ちゃんと立ってました。立ってました？そうですか。抱えましたね、今。ペンゾーさんを。ペンゾーさんいるよ、ちゃんと。肌身離さず。離してただろ。キングペンギンの体長はね、平均的には70センチぐらいだから、ちょっとキングペンギンにしても大きいんじゃないかな。じゃあ、ここは以上ですか？クリアリングしました、ここ。クリアリングしました。ショットガン持ってていいかい？でも、いいよ。もったいないな。やっぱ基本的にはモールと刀で頑張る。うん。エロスモール理論と、刀ナース理論かい？刀ナース。なんでそれでドヤ顔できるのかがわからないんだけど、俺には。いやー、余裕あるなぁ。よかった。次、右、左。うん、右、左ね。やっぱね、前回パートぐらい、神に余裕がなさすぎるとね、痛ましいというか、こっちも辛くなってくるからさ。なんだろうね、この、一回ミリオネアを挟んだだけなんですけど、すごい気持ち的には楽。本当によかった。何だったんだろう。ただ、まあ、気持ち悪いのは変わってないんですけど、なんだろうね。ここか。惜しいの3。またなんかいるかな？あれ？行かない？まあ敵の音しないしな。お、入っちゃった。入れたか。いないね。いない。大丈夫。お、セーブ？セーブポイント近くない？すごいあるね。それ偽セーブかもしれんぞ。気をつけろ。偽セーブか。先セーブしていい？うん。病院によくある白布のついたてに、あれが書かれている。
でもこれは他のと違ってかなり前に書かれたような気がする。なんとなくだけど。あ、セーブできる。うん。ガチセーブポイントだった。ガチセーブ。いよいよ、あと5パート。で、で、1に戻るね。1に戻っちゃうのかい？それ調べますか？これまだ続けますか？コンパートは。いい時間じゃないですか？いや、あのね、いい時間なんだけどね、始める前にすげえ時間かかってたから、もう少しだね、これね。じゃあ調べ中段とかもあったしね。ストレッチャー。ストレッチャーが置かれている。うん。祭壇。あ、塩。捧げますか。ろうそくが燃やされ、ナイフが置かれ、それに血の匂いがする。祀っているのはそこにある絵？あるいは絵に描かれた何か。このろうそく誰が火をつけたんだ？よし、しまえ。消せはしないのか。え、なんだろうね、それね。輸血パックみたいなんなん？タイトルは失われた記憶と書いてある。俺かい？じゃあどうぞ。例えば特徴的なものでは、現代には忘れ去られ、希少な文献の中に記されているのみではあるが、生贄の儀式というものがある。祈りを捧げ、男の胸に銅の杭を突き立てる。心臓に穴をうがち、吹き出す赤い血にて祭壇を濡らす。神を慰め、神への忠誠を示すためである。同文献内に生贄の儀式のもう一つのものとして、生きながら炎に焼かれるというのが書かれている。これはより高位なもので、捕虜や罪人ではなく、聖職者のみが生贄となることが許されている。家系にも似たこの儀式は、近郊の宗教では類似が見られない。これはこの神が太陽神であることが関係しているのではないだろうか。太陽神に生贄を捧げるのかな？あ、はい。この宗教が人々の救済を唱えながらも、どこか後ろ暗いカルト性を感じるのは、こういった歴史を内包しているせいかもしれない。以上。生贄の儀式。血を捧げるっつってたな。とりあえず血は捧げるか、じゃあ。ここに捧げてみるかい？祭壇に捧げるのが一番かな。それで何もなかったらどうする？使えた。とりあえず、俺が燃えればいいかい？聖職者じゃない。聖職者じゃないとダメか。あなたの聖職機だけ燃やしましょう。そういうことじゃねえよ。進めそうだね。ね。進めそうっていうか、でも他にもまだ入ってない部屋あったけどね。で、しかも今セーブしたばっかだから、うん、例えば即座に敵が出てきて襲われたとしても俺は大丈夫。心構えはね。余裕だな。下に降りるのかい？今血を捧げたの何の意味があったの？特になかったんじゃないか。あ、え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 、これあの部屋？あ、あ、あ、戻れなくなった。構造が変わった。おい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 。まだ、いや残念だ、あっち探索してないのに。どうする？もう戻れないでしょ？セーブしたよね。セーブしたよ。戻せるけども。どちらを選ぶ？前に進むか。後ろに下がる。下がるかい？後ろに下がる。びっくりしちゃった、俺。下がんの？交代しよう。転身しよう。一回じゃあ、戻すかい？戻す。戻すんだ。戻して、行ってないとこちょっと探って、終わろう、今日。ペンゾーさんも撫でてる。ペンゾーさんね、結構愛着湧いてきちゃった。ポンポンポンって。ペンゾーさん。これいいよね。いい、いいよ。ペンゾーさんね。抱き心地もいい。ペンゾーさんね、俺ずっと俺のこと見てんだよね。ガメの膝の上にいると。すごい見られてる感じがある。ここからでいいかな？うん。いいかい？え、いいよ。じゃあ、後ろに向かって前進しましょう。うん。後ろに向かって前進しちゃう？うん。転進しました。勝利への転進。幽体するかい？幽体しよう。ここ見てないんですよ。この正面と右側。そうだね。意外に行けなかったり。そうだね。行けない気はするんだ、俺。あはかなって思ったんだよね。ほら、何もないもん。
これもクリアリングの一つだから。どうする？これで終わんの？このパート。終わろう？いい。まあ、いっか。いい切りでしょ。うん。じゃあ一旦区切りますか。はい。はい、じゃあ。